だって、デル大好きじゃん。まあ、デル好きですね。はい、だから、舞台になるじゃん。それが芸人ではないと思いますけど。じゃあこのままいっちゃおうかな、うん、軽くレモンを絞って、ああ最高ですね。いただきます。お、出ました。いただきます。うん、うまい。新鮮なんですかね、海が近いだったって。うん、東谷さんも食べてるんですかね、秋が今頃は。淡路島はね、玉ねぎが有名なんですよね。でっかい、こんな大きい。いただきます。口がちっちゃくて食べづらい。うん、熱い、ほんとかい。揚げたてですか。うん、揚げたて、めちゃくちゃ甘いです。甘い。うん。へえ。めちゃくちゃ甘くてシャキシャキして、めっちゃ美味しいですよ。うん。ホクホク。へえ。うん。匂い。うまい。おお。行きますか。行きます。はい。どうですか。うまい。うまい。本当に。よし。いきますよ。めちゃめちゃうまじら。いただきます。はい。どうだ。甘い。おお。笑うでしょ。うまじらー。うまじらー。めちゃくちゃうまじら。これあれですね。家族で二人でコラボして、うん、じゃんけんで勝った方は肉そば食べれる。そう。負けた方は天丼っていう。そうだね。最高。これ最高でしょ。本当。レベルすげえ上がったでしょ、そばが。普通に食う肉そばより全然うまいよ。全然うまいよ。全然うまいっすね。できました、ワカサギの天丼です。やっぱ3匹取るとこれが味わえるんですね。あーくそー、やられたな。すいません、いただきます。そうだな。うわされてるでしょう。いただきます。はい。どうです？うまい。おー。